社長、社長が隔離されてしまっている。ということで、皆さんおはようございます。ガミです。僕は今東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長の像の、ある階の1個上のところに来てるんですが、なんか社長のこのね、近くのこの広場、なんかスイカペンギン広場っていう名前がついてるらしいんですけど、この広場がね、なんか2020年の6月まで改修工事をするっていうことで、この社長の近くにね、立ち入ることができなくなってしまったんですよね。こんな感じで今もう辺りは真っさらになってるということで、こんな真っさらなところなのに一応社長の像だけはちゃんと残ってるというわけなんですよね。だから2020年6月までは一般の市民はこの社長の近くに立ち入ることは禁止されてるというわけなんですよね。その期間中に社長のこの麓まで来れるのは西日本のイコカと、あとは東海のトイカの、あのキャラクターの2つのみということなんですよね。まあいいや全然今日は JR 東日本の動画ではなくて、小田急のロマンスカーに乗っていきたいと思います。全然 JR 関係ない動画ですけど、今回は10時ちょうどのスーパー箱根号で小田原まで行きたいと思います。じゃあまずは、小田急の乗車券を、小田原まで買いましょう。新宿駅の小田急線の運賃表です。で、今回は小田原まで乗るので、小田原はどこにあるかというと、ここか、880円ということなんですね。ちなみに社長が管理している JR 東日本で小田原まで行くと1490円かかるということなので、これかなり差がありますよね。610円も小田急の方が安いってんだったら、これちょっとやっぱり小田急に乗らざるを得ないかなという感じがしますね。とりあえず小田急で小田原まで880円分の乗車券を買いましょう。スーパー箱根の前に特急江ノ島号っていうのが出るんですね。江ノ島行きの特急ということで、こちらの停車駅が、新百合ヶ丘相模大野大和藤沢ということなんですね。で、下のスーパー箱根号はこれ途中の停車駅小田原のみということで、小田原まで45駅連続で通過するというわけですね。来ましたね。これが小田急ロマンスカー GSE です。赤い車体がかなり特徴的ですね。これ見てみるとグッドデザイン賞を受賞しているということなんですね。さすがロマンスカーといったような感じですね。で、ロマンスカーってこれ運転席が上にあるということなんですね。だから若干背の高い車両になっています。
で運転席がある分下の階はどうなってるかっていうとこんな感じで展望席になっているというわけなんですね。これは本当いいね、憧れですよ、憧れ。全面展望席ってこれ追加料金なしで乗れるので、まあでもその代わりに結構すぐ埋まってしまうという感じなんですね。GSE はこれ連接会社ではないということなんですね。一応シングルアームのパンタグラフを搭載しています。あ、でもこの席からでも全然前面の車窓は見れますね。でこれ GSE ってこれ気づかなかったんですけど、これ荷棚がないんですね、これ。先頭車両だから荷棚がないのかな。ないですね。ないよね。しょうがないから荷物はここに置くしかないって感じなんですかね。あとこれあれだね、乗務員の、ね、出入り口があるから座席はちょっと若干特殊なんだよねこれ。でここになんか荷物置き場があるから、ここに何車内販売のメニューがあるというわけなんですね。ちょっとじゃあ見てみましょう。ああ、いろいろあるということですね。そう、ロマンスカー乗るとね、僕毎回頼むのがあって、それ何かっていうとこれなんですよ。ラスクめっちゃうまいから、じゃあ今回じゃあこのラスク買いましょうね。これどこだ、向こうが丘遊園とかその辺ですかね。あ、急行を、待機させてロマンスカーが通過するというわけですね。車内販売でこれ買ったんですけど、いやすごいね、なんか電車の中とは思えないね、本当にもうスタバみたいな感じですね。コースターもついてくるというわけですね。でこれめっちゃうまいんだよ本当に。もう結構食べちゃいましたが、このラスク紹介したいと思います。本当にね、なんか雰囲気がこれ完全にカフェで、本当スタバ顔負けみたいな感じですけど、これまずね、ここがめっちゃサクサクでうまいんですよ。でこれもう本当になんかね、外と中でね、若干この生地が違うんですよ。そうで、あとめっちゃ甘いんですよ。でこれめっちゃ食いやすい本当に。これはうまい本当に。
このね薄いところがねなんか溶けるんですよ。でこの外のところがサクサクみたいな感じで、うん、1個300円なのでぜひロマンスカ乗ったら買ってみてください。小田原に着きました。で GSE って見てみるとやっぱり先頭が結構尖ってるというような印象がありますね。ちゃんと細かくここにもロゴが入ってるというわけです。なんかやっぱこうなってますね。以上スーパー箱根号に乗ってきたっていう動画でした。まあ、冒頭でも説明したんですがこれ JR で新宿から小田原まで行くと小田急で行くより610円も高いということなんですね。でこれロマンスカーの特急料金が800いくらだったので実質 JR にプラス200円ぐらいすれば、このロマンスカーに乗ることができるということなので、まあ、やっぱり小田急ロマンスカー安いっていうのでこれかなりおすすめできますね。この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。